こんにちは、おときゅうです。おときゅうの駅前食べレポです。211系から降り立ったこの駅、どこかわかりますか？食堂があるのか心配な寂しい駅です。ここは中央本線長坂駅です。へえ、海抜は740メートルあるようです。スカイツリーのてっぺんより106メーターも高いところにいます。長坂駅は無人駅なんですね。こじんまりとした待合室があります。切符の券売機はありますが、乗車証明書を取る機会もあります。それではお店を紹介していきます。この動画の趣旨は次の通りです。今日ご紹介するお店は長坂駅を出てすぐ隣にある丸政さんです。このお店は小淵沢駅によく行く人は聞いたことがあるお店だと思います。大正7年創業の駅弁屋さんです。その駅弁屋さんが運営する蕎麦屋さんを今日は紹介します。長坂駅以外に小淵沢駅、富士見駅、韮崎駅、甲府駅北口にお店があります。長坂駅は北駒郡旧長坂町にある駅で、2004年の町村合併後は北斗市の代表駅です。2007年3月4日、緑の窓口が閉鎖されます。その翌月4月1日から完全無人駅になりました。かつては特急あずさが停車していたこともあります。東京近郊区間で IC 乗車券の利用は可能です。そんな駅前に食堂があって食事ができることはありがたいことです。お店の壁にお品書きが貼ってあります。いつでも大盛りは無料のようです。麺は蕎麦、うどん、木蕎麦から選ぶようになります。木蕎麦とはラーメンの麺のことで、蕎麦つゆでいただくようになります。雰囲気はどちらかというと、立ち食い蕎麦屋さんのような感じです。地元の方もたくさん訪れるお店になります。さあ、暑いので入ります。食べるものは券売機で購入するようになります。時間帯によっては大変混雑するお店です。上に乗せる惣菜で大人気は山賊焼きです。山賊焼きとは鶏の大きな唐揚げで、我孫子駅の唐揚げそばに似たものです。お店も山賊焼きを推しています。雑誌にも取り上げられているようです。長坂駅で長く停車する列車はなく、途中下車する鉄道ファンも少なく、このお店を利用する人はもっぱら地元の人で学生が多く利用します。山賊そばをものすごい食べたいのですが、私は今噴水のごとく汗が吹き出ています。海抜720メーターは本当なのかと疑うほど外は暑く、10分撮影しただけで汗だくです。ですので盛りそばとおにぎりにしました。そばは乱切りされた太麺です。温かいそばの汁は関東風の濃い汁です。